なんだ、ペガサス救出です。教皇の前へ続くこのバラの道は、だけどペガサス、こんなもんじゃ俺の行く手は遮れないぜ。どうした、せいや死ねえ。体がしびれて水星剣だった。気が遠くなっていく。水星剣、バカだ。これは一体、体力が徐々に奪われてしまっている。くそ、このバラが原因か。水星剣、体が言うことを聞かない。どうすか。やはりどこかおかしい。こいつらも意識が錯乱しているのか。セイヤ、セイヤ、セイヤを助けなきゃ。きっとセイヤは今頃意識を失っているはずだ。セイヤ、私が行くまで死ぬんじゃないよ。セイヤのコスモを感じる。でも弱まってきてるわ。セイヤ、セイヤ、どうやら増兵たちもバラの効果を毒されたようね。教皇の名前も聖夜を倒すためにここに派遣されたんだ。バラの存在も知らされないまま。聖夜、こんなところで死んでしまったらダメだ。裏切り者のマリンだ。こんなところまで来ていたとは。聖夜を助け、教皇の間に行こうとするなど許さん。邪魔をするんじゃないよ。それにお前たちと争うつもりはない。黙って通せば命だけは助けてやるよ。どうしてもやるっていうだけど、聖夜の命は何があっても取らせやしないよ。たとえこのマリンの命が尽きようとね。聖夜、もう少しで教皇の間だ。それまで耐えるんだよ。さあ聖夜、教皇の間までもうすぐだよ。姉さん、せいや、誰かが助けてくれた。この感じはとてもせいや、すまない。どうやら私はここまでみたいだ。マリーさん、せいや、ペガサス、構わずに行きな。今ならまだ間に合う。一気に駆け抜けるんだ。さあ、女のマリザ。ペガサス流星拳。やったデモンローズが吹き飛んだ。マリザ、もう教皇の間は目の前だ。ペガサス、マリンのことは私に任せな。マリンのことは私に任せて、お前は早く行くんだ。シャイナさん、無事だったんですね。さあ早く、時間はないんだ。ありがとう、シャイナさん。水星剣の、せいや、お前に借りがある。水星剣の、お前に勝ち抜いて戻ってきて、必ず返させてもらう。水星剣、決して死ぬんじゃないよ。Yeah!
教皇の間に行き着くまで死んでたまるか。シリュウ、ヒョウガ、シュン、トモという大きすぎる犠牲を払いながら、セイヤはついに教皇の間にたどり着いた。アテナの胸に刺さった黄金の矢を抜くことができるのは、サンクチュアリ・ヒロシといえども教皇しかいない。残された時間はあとわずか。果たしてセイヤは教皇を連れて行き、サオリを、アテナを救うことができるのか。教皇か。セイヤ、よくぞここまでたどり着けたな。お前たちこそ真の力と勇気を持ったアテナのセイントだ。冗談に付き合ってる時間はないぜ。アテナに刺さった黄金の矢を抜いてもらう。あんたを力ずくでも連れて行くぞ。何？セイヤ、すまないが私の力でもアテナの胸に刺さった矢を抜くことはできないのだ。今さら言い逃れはさせないぞ。聞きたまえセイヤ、この教皇の間を抜けたアテナ神殿には神話の時代から受け継がれたアテナの巨像が立っている。遥かなる昔、アテナは右手には勝利の女神ニケを、左手には盾を持っていたのだ。いわばその二つこそがアテナの証。そしてアテナが左手に持つ盾、その盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。だからアテナ神殿へ早く行け。そしてアテナの盾をアテナの方向へかざすのだ。そうすればアテナの胸に刺さった黄金の矢など跡形もなく消え去る。教皇、大丈夫か。私に構わず早く行くんだ、セイヤ。盾を取ったらすぐに戻ってくるからな。待って。教皇、なんだ。誰がアテナの盾など取りに行かせるか。何？教皇の髪の毛の色が変わった。これは一体。死ねせんよ。バカ、そうやすやすとアテナ神殿に乗り込まれてたまるものか。なんだ、一体どうしたんだ。まるで神が悪魔に変身したようだ。ここへ来て私の体を覆え、我がクロスよ。ジェミニ、教皇の正体はゴールドセイントの一人、ジェミニのセイントだったというのか。でもなぜ、なぜなんだ。小僧、お前などに何も分かりはしない。また知る必要もない。まさか教皇がジェミニのセイントだったなんて。ということはこいつがシュンやヒョウガたちを。そう、
新天元。ここまでたどり着いたのはお前ただ一人。ブロンズ一人で私を倒すことなどで。まだまだ。さあペガサスよ、お前はここで死んでもらうぞ。行くぞ。仮に12の9を突破したセイントだ。私に剣を打ち込むと、その褒美に教えてやる。私が強行になりすましていたのアテナ。倒したゴールドセイントのジェミニオン。もうすぐだ、もうすぐ沙織さんのアテナの命を救える。バカ、まぐれの高速拳を数発当てただけで私を倒したなどと思うのは甘いぞ。今度こそ息の根を止めてやる。死ね、せいよ。何？もう一度、もう一度俺に力をくれ。俺のコスモよ、アテナよ。何これは。ペガサスローリングクラッシュ。ペガサスローリングクラッシュか。残念だがお前の最後の技さえも通用しなかったようだな。強い、強すぎる。ダメだ、どうすることもできない。さあその首を落としてやろう。覚悟はいいか。誰だこの私の邪魔をするの。フェニックス一騎。バカな、貴様は釈迦と共に消滅したはず。残念だったな。その釈迦とムーが俺を再びサンクチュアリに呼び戻してくれたのだ。少子だ、今さら死に損ないが一人増えたところで何ができる。二人まとめてあの世に送り届けてくれる。あの世に行くのはお前の方が先だ。勝負の一騎。天使に一生を得たその命を再び捨てに来たのか。少子、この俺の命などいくらでもくれてやる。何度でも放て。聖夜だけは絶対に死なせません。少子、自らの命を懸けて戦った友の何度でも放て。同じ時代を分かち合い生まれてきた熱き父親の友のために、この命を懸け、ジェミニオン、お前を倒す。くらえ、フェニックスの剣を。ペガサスを始末する前、おお、ゲンマ剣がここまでの威力を持つと、ひよこながら褒めてやるぞ、フェニックス。ここまで戦った貴様に対する褒美だ。しっかりと見届けろ、このジェミニ最大の剣、ギャラクシアンエクセプロージョン。これはこれでお前をかばう者はいない。今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。全ての人々も、あなたは希望。
セリア。セリア、わずかに残った俺のコスモ。セリア、消えそうな俺の命を。そうだよセリア、かすかに残った僕の命を、僕のコスモを、すべて君にあげるから。セリア。何、ペガサスがまた。しかもなんだ、セイヤの後ろに浮かぶあのコスモ、ペガサス。いや、ペガサスだけではない。セイヤの後ろに無数のコスモが。聞こえる、友の声が、兄弟の声が、そしてアテナの声が、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。俺に勇気と力を与えてくれる。サガイ、お前の最後だ。今こそ邪悪を出す。もう誰も私を止めることなどできん。まだまだ、まだまだ。まだまだ。最後、まだまだ。もう一度だけで、コスモ、ペガサス、心のコスモよ、奇跡を起こせ。なぜ再び立ち上がったのだ。見ることも聞くこと、感じることすらできないペガサス、なおも私に戦いを挑もうというのか。アテナの命を救う盾を取りに行くために、俺たち命に代えてもアテナを救うと誓ったんだ。俺の友が命を懸けて俺をここまで導いてくれた。見えた。シリュウ、今日シュアテナの像までたどり着いてみせる。よし、水星剣、異次元に飛んで行け。アナザーディメンション、アナザーディメンション。見えた、ペガサス、水星剣。まだまだ。ペガサス、水星剣、燃えろ。ペガサス、水星剣。一気が体を盾にしてお前をかばいさえしなければ、やめろ。ペガサス、今まで何人の友が倒れてきたら、まだまだ、俺をここまでたどり着かせるため、アテナを救うために、まだまだ、俺の命の炎が燃えている限り、たとえ這って行ってでも、アテナの盾を掲げなければ。五感を断たれた俺は何も見えないし、聞くこともできない。見る以上にそれらの感覚を超えて、今はっきりと全てのものを感じることができるのだ。なんだと。行くぞ。お前は全てを超えたセブンセンシズに目覚めたというのか。お前が今のコスモを燃やすのか。私には一切歯が立たないのは立証済みのはず。この私に勝てるはずがない。くらえ、ギャラクシアンエクセプロージョン。よし、今みんなが炎に勇気と力を与えてくれた。俺はみんなの希望なのだ。心のコスモよ、セブンステイシズよ、今こそ究極まで燃え上がれ。二人で傷を負いすぎたか。
いくら戦争に目覚めても、ペガサスごときの剣を再び食らうぞ。だが体力がないのは聖夜とて同じ。見えた、命が消え尽くす最後の瞬間まで、アテナを救おうとしているこいつらこそ、まさしく平和を愛するセイントなのでは。それに引き換えこの私は、これで終わりだ。いや、諸悪の根源を倒したぞ。まだ俺は死ねない。アテナの盾を沙織さんの方角にかざすまでは。